皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ルートレス山崎です。本日はスズメさん親子の様子をご覧いただこうと思います。今年はたくさんの子スズメちゃんを見ることができた年です。私の憶測ですが、雪解けが去年に比べ1ヶ月ほど早く、スズメを含む野鳥にとって繁殖にかけられる期間が長かったことと、春から夏にかけて天候も安定していたことも一つの要因と考えられます。近年減少傾向にあると言われているスズメですが、今年はスズメにとって良い年だったと思います。朝の混み合った時間が落ち着いた頃を見計らって、スズメさんの親子がやってきます。一番上で親から餌をもらっているスズメちゃんの他に、下ににはほど親離れしたばかりと思われる子スズメちゃんがいます。何かと嫌なニュースばかりが耳に入ってきますが、こうやってスズメさんの親子を見ていると心が癒されて穏やかな気持ちになっていきますね。丸っこい体型で黒いほっぺの色も薄い子スズメちゃん、大人のスズメに混じってスズメ社会の一員です。昨日ビデオに映っていたのは若い河原ひわさん、スズメさんに押され気味でしたが、この河原ひわさんはくちばし全体がピンク色なので大人のオスの河原ひわさんです。スズメさんが邪魔しに来てもひるまず追い払ってひまわりの種を食べ続けています。
鳥たちの朝の給仕も終わり、そろそろ本日の動画も終了です。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。